人形線は鳥取県と岡山県にまたがる山である。山頂には山東三角点、人形線が設置されている。人形線は東西に連なる中国山地の中の頂の一つで、南西のつくろ山、北東の三国山のほぼ中間にある。山の名前は人形線古紙に由来する。江戸時代の宝紀民ことわざきに登場する。人形山。 人形山の異名もある。人形線古市は、倉吉、三笹のある東宝器と津山を結ぶ津山往来、宝器往来の一つだった。1899年に津山往来に県道が開通したが、この時県道は人形線古市の北東1キロメートルほどにあるダサツを通ることになった。1955年にダサツ付近でウラン鉱山が発見されると、 翌年からこの鉱山を人形峠鉱山、打ツエ越を人形峠と称するようになった。岡山県側のなだらかな南東斜面の山麓には人形線側が発し、旧上未原村で吉井川に合流している。北面の鳥取県側は旧斜面で天神側の支流か谷川をはじめとする小景流が発し,している。人形線周辺はかつて盛んに神奈流しが行われたことで、 窪地や、崩壊地が多く残っている。国道179号から旧道に入って、人形峠から岡山県側の林道に入る。この林道は木地川という吉井川の源流に近い、支流の上流に沿って走っており、標高700から750メートル前後に、形成された緩やかな河口岩の高原を通る。かつての津山往来もこの高原を通っていた。 林道を4キロメートルほど進むと37人墓がある。これは付近で砂鉄を採取していた労働者が明治時代にこれらで37名の死者を出したものを弔ったものである。この墓の少し先に登山道入り口がある。ここから稜線に取り付いたところ2808年に混流された母子地蔵があり、かつての人形線古紙とされている。一説では 沖島に流されていた五代醐天皇が戦場山から京都に帰る際に人形戦越を通ったと伝えられている。付近には湿地帯が広がっており、安山岩で形成された頂上へはここから尾根に沿って登る。山頂付近は背丈の高い島ザザが生い茂っている。この人形戦越しのほか、北東の駄札越田代峠の三つの峠が津山道の主要峠だった。 このうち人形戦越が最大経路で最も多く利用されていたが、極めて険しい道だった。打殺腰は遠回りだが、牛馬も通行できた。ありがとうございます。